リーダーバッハアムタウヌスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインタウヌス軍の町村である。リーダーバッハアムタウヌスは、北は、バートゾーデンアムタウヌス、東は、ツルツバッハ、南は、軍独立市のフランクフルトアムマイン、西は、ケルクハイムと境を接している。リーダーバッハアムタウヌスは、ニーダーホーフハイム及びオーバーリーダーバッハの2つの地区からなる。 ニーダーホーフハイムは町の西側、オーバーリーダーバッハは町の東側を占める。この町の地形は、いわゆるグリューネミッテと呼ばれる地形が主である。この地形は大部分が工作された農地と一連のリーダーバッハ、川の水路からなっている。グリューネミッテはリーダーバッハの全面積の約1、6であるが、この町はグリューネミッテで有名である。 ニーダーホーフハイムの旧町役場おそらく550年頃にニーダーホーフハイム、オーバーリーダーバッハ、ウンターリーダーバッハの村が形成された。最初の文献上の記録は791年で、ロルシュ修道院の所有地にリアダーバックとして記述されている。1100年にリアダーバックは霊園としてエップシュタイン家の所領となった。1492年にこの村は、 ヘッセンホハクに売却された。リーダーバッハでは17世紀に宗教改革がなされた。オーバーリーダーバッハ、ウンターリーダーバッハ、ニーダーホーフハイムは1803年にナッサウウー人間家の所領となり、その6年後にナッサウ公国の一部となった。広島戦争後、1866年に3つの村はプロイセン王国のヘッセンナッサウ州に属した。 1903年には鉄道ヘイヒスト系ニヒシュタイン線のニーダーホーフハイム・オーバー・リーダーバフハ駅が設けられた。1917年にウンター・リーダーバフハはヘイヒスト・アムマイン市に合併され、1928年にフランクフルト・アムマインの宿となった。オーバー・リーダーバフハとニーダーホーフハイムは1928年4月1日に新たに成立した。 マインタウのス軍に編入された。ヘッセン州の市町村再編に伴って、二つの村は、1971年12月31日に、新たな町、リーダーバフ・ハームタウンスとして合併した。北部に位置するハイデジートルングは主に平筆と、染色工場の従業員がこの町の近くに住居を求めて形成された町である。リーダーバフ・ハームタウンスの町議会は、十一 奇跡からなるエイファー・ゼルナーは2009年にこの町初の女性町長として職に就いた。リーダーバッハはドイツ及びヨーロッパの多くの町と長年にわたって姉妹自治体活動を行っている。シュミーダーバッハタールリーダーバッハのケルベボルシュ協会は毎年9月から10月にケルプを開催している。ケルベボルシュは協会会期記念時にぶら下げた等身大の藁人形、 ハネズを監視することを任務としている。ケルプの際には、ルーメル広場で、ダンスが行われる。サッカーのランデスリーがミッテでプレイする SG、オーバーリーダーバッフも地元にある。町に隣接するシュミーバッフハタールは、リーダーバッフハタールの住民に人気の保養地、ハイキング地である。行政側は、農業に利用されている土地に隣接した自然の果樹園を保存するよう努力している。 2005年に発足したリーダーバッハの青年会は、週に3回、遊んだり、くつろいだり、ふざけあったり、友人と会う会合を持っている。この他に、女性の日もある。定期的にハイキングやダンス講習会、ブレイクダンス講習会、映画や演劇の夕べなどの活動を行っている。リーダーバッハには、シュポルトゲマインシャフトオーバーリーダーバッハを、 はじめ数多くのクラブがある。スゴでは主にサッカー、柔道、女子体操などを行っている。TSG には陸上競技、卓球、ハンドボール、射撃競技、体操といった競技種目がある。これ以外の種目では VCL のバレーボールがある。また、リーダーバッハ自衛消防団やドイツ赤十字リーダーバッハも特筆すべきである。ありがとうございます。